な、すめすめやったんじゃないけどさ、そのあと、親友ね、親友か、そうよ、うん、今親しい友達いるよ、うん、とりあえずもちろん、うん、何ですか。男だからさ、なんか、うん、ねえ、うん、結構みんな走ってるやつ多いじゃん。走ってて、俺の仲間はみんな走ってるやつ多いじゃん。自分の人生を走ってるやつはさ、走ってるやつはさ、あー、ジュニー、今度は昨日テレパシーで締めといたね。今言ったやん、一気に決まったよって。え、俺のことを、なんか一昨日言ってた時に慶応軍出て、でも半最後まで負けたじゃんってさ、すげえ3、4回言ってきたんですね。うまみ、まあ、俺にやればいいぞってさ、お前ね、これ今回で分かっただろってさ、ミスターみたいで分かっただろってさ、お前、俺がね、そのことで、ね、名誉毀損とか誹謗中傷で、まあ、訴えたら、お前それなりに金が出るの分かったってさ、分かりましたってさ、分かんだろってさ、なんかお前そういうこと言うなよってさ、な、親身に付き合ってんだからな、俺がやんねえだけなんだからよって、価値が違うからなっつって、な、分かんだろって、こっちは勉強してる先生なんだからよ、ね、ドアのこともいっぱいあってんだから、分かんだろってさ、分かります。